Yo, what's up? It's King Legacy here, bringing you some more stuff to watch. Obviously, it ain't complete garbage. And I'm not gonna be doing much commentary. Said that all fucked up. But, I'll do it like every other video. I might say a little bit through the game, but not much. Just a little bit.非表示なのは理由がありそうだし。それじゃあ先に進もうか。この辺のモンスターは大して強くはないけど、用心はしていかないとな。君は俺の後からついてきてくれ。守りながら歩くから。NPCはプログラムされていない会話には反応しない。でも、 この子の場合はそういうのとは違う気がするんだよな。よし、行こう。 おっと、先に進むには戦闘をこなさないといけないみたいだな。ここで待っていてくれ。片付けてくる。 報酬メニューが表示されたってことは、この1コルがクエスト報酬か。だとすると、このクエストはとてつもなく美味しくないぞ。NPCを目的地まで護衛するクエストの労力を考えれば、結局この NPC の名前が表示されていない理由もわからないし。どうぞ。ごめん。おい、どこ行くんだ。 ひょっとしてクエストが終わったから街に戻ろうとしているのか。システム的に考えれば帰り道に彼女がモンスターに襲われたりすることはないんだろうけど。なあ、ちょっと待ってくれ。はい。街に帰るんだったら一緒に行くよ。わかりました。どうにも腑に落ちないな、このクエスト。あまりにおかしな点が多い。
町に戻ったら少し調べてみるか。町に到着だ。お疲れ様。やっぱり変わった NPC だな。クエストをクリアしたっていうのに特に何かを語るわけでもないし、全く内容のないクエスト、割に合わない報酬。この子のクエストは何かあるとしか思えない。あ、パパ発見です。やあ、ユイ。歩いてたんだか。ん？ヨーリズ。それにみんなも一緒か。ちょうど今どこに行っているんだろうって話をしていたところなんです。目を離すとすぐにフィールドに出て行っちゃうもんね。バカ言うなよ。ショップ巡りだってするぞ。時間経過で掘り出し物が入る店があるかもしれないだろ。はいはい。後ろにいる子は？ちょっと、また女の子を引っ掛けてきたの？そういうのじゃないって。っていうか、またってなんだよ。あれ、その子のカーソルの色、もしかして？クエスト NPC だ。でもちょっと変わっていてさ。変わってる？クエスト NPC といえばいろんなタイプがいるとはいえ、ベースとなる話があって、それに合わせたセリフを言ったりするだろ。だけどこの子はクエスト開始時もクリア時もそれらしいことは一切発生しなくてさ、本当にただ目的地に連れて行くだけのクエストだったんだよ。一度で終わりじゃなく、続きもののクエストとかですかね。クエストを進めれば話が分かってくるとか。その線も考えたんだけど、なぜ話が全く見えないからわからないんだ。まあこの子が気になるのはそれだけじゃないんだけど、ゲームを開始した日から俺はこの子に見続けられていた気がする。そんな、これは一体。どうしたユイ。パパ、その NPC は確かに普通ではありません。何かおかしなことでもあった？順を追って説明します。通常 NPC には必ず役柄や性格など。それって例えば町娘とか商人の子供とかそういうこと？はい。それにより NPC たちは与えられた役を演じるのですが、その NPC はそうした設定が全てぬる、値が設定されていない初期状態なんです。値が設定されていない？どういうことだ？わかりません。制作スタッフのミスなのか、プログラムの不具合なのか。キャラクターの役割が未設定のままのクエスト NPC。 名前が表示されないのもそれが理由か。じゃあその子は自分が誰で何の目的があって存在しているのかも。はおそらくな。なんか不憫な感じよね。そうですね。名前がないっていうのもちょっと。名前か。そうだ、私たちで考えてあげましょうよ。考えるって名前を？だってそうじゃないと呼ぶとき困るじゃない。もちろん本人が気に入ってくれればだけど。そうね、ちゃんと名前で呼んであげたいな。どんな名前がいいかしら。やっぱ可愛い名前がいいですよ。名前？ああ、
君の呼び方を考え、私の名前、そういえばな、それはちょっと忘れただけじゃないかな。だからいくら NPC 相手でも名前がないから名前を考えてるなんて言えるわ。うん、やっぱそれかな。いいんじゃない。はい、文句なしです。ん、決まったのか。うん、かわいい名前だよ。あのね、プレミアちゃんってどうかな。プレミア、特別な存在って意味か。それもあるけど、もう一つ、英語のプレミアって幕開けって意味もあるの。プレミアちゃんがこれから一人の女の子としての幕開けをするって思いを込めて。幕開けか。ということで、あなたを呼ぶときにプレミアちゃんってよ。プレミアちゃん、ああ、ちゃんのところは違うからね。プレミア、どうかな。別にどう呼んでも構いません。本当の名前は思い出せませんので。うん、それじゃあプレミアちゃんって呼ばせてもらうね。はい。それでこれからこの子はどうすんの。訳ありの NPC と知ってしまった以上、放っておくわけにもいかないよな。なんでこの子がこんな状態なのか原因もつかみたいところだし。じゃあしばらくは私たちが、まあ NPC を束縛するわけにもいかないから、ずっと見続けることはできないだろうけど。じゃあできる限りで。これからよろしくね、プレミアちゃん。よくわかりませんが、よろしくお願いします。設定のないクエスト NPC、 なぜそんな状態。不具合なら運営に知らせた方がいいとは思うけど、そうした、それに不自然なクエストといい、彼女のことをもう少し追ってみた方がいいかもしれない。
で話さない？ねえ。やるな。スイッチ行くぞ！今よ！
Yeah!
Thank you.
ちゃった。回復するんだ。スイッチスイッチ、ここよ。やったね。駆け取りできるか。